シンラ、アーサー、タマキ、浅草での修行はうまくいったようだな。三人ともよくやった。ありがとうございます。そしてこれまでの作戦行動で各特殊消防隊との協力関係も結ぶことができた。ナタク村の一件で灰島重工とも目的の共有ができています。そうだ、はじめは第八だけで戦っていたのに、いつの間にかこんなにも味方が増えたんだ。テラスマヤに僕らは歩き慣れてきた日々も問うた。夢は安泰な暮らしだが、刺激不足へにダラダラ。照らすは闇に僕らの歩き慣れていた道はどこだ。時はたまにじゃったが、ぬくもりに包まれたが。敵は強大だ、まだ謎も多い。だが俺たちには信頼できる仲間と心強い協力者たちがいる。今こそ全ての力を合わせて白装束を叩く時だ。待ってやがれ伝道者、お前をぶっ飛ばして東京公国を守る。そのために俺たちは、特殊消防隊は一つになる。